それでは本日のプロレス名言、川田利明が小橋健太に言った名言、あいつを殺すにはナイフはいらない、ダンベルを取り上げればいい。素晴らしい。おお、なるほど、ね、練習の虫小橋を殺すには、あ、練習してるダンベルを取り上げちゃえば、はい、やれると。ナイフすらいらないと。それだけ練習の虫なんですよ、小橋健太は。素晴らしいですね。はい、その小橋さんもね、ありがとうございます。そうです、引退してしまうということで、ちょっとこれ残念ですよ。これかなり残念ですよ。そうですね、ニュースが飛び込んできましたよね。飛び込んできました。これじっくりね、はい、後で検証しますか。話しましょう。さあ行きましょう。ボカスカニャ岡本、エネルギー森の新世 FM のダブル。さあ週刊プロレスをね、はい、もう一回買おうよということをテーマにして、うん、はい、私もねこの番組やってきましたけど、はい、まだね買うまでにはちょっとやっていないんですけど、これもなんか お決まりの枕なんだ、はい、まだねっていうのは。ただ、はい、ちょっと新宿のねある書店に行ったわけですよ、はいはいはい、昨日、ええ、でシュープロはね透明のビニール入って読めなかったんですよ。やっぱ立ち読みできないっていうになってて、で違うちょっとプロレスの本ペラペラもう見たわけですよ、はい、もうプロレスの本ちょっとこう戻ってきたんでね、はい、見てたわけですよ。なんか前女のこと書いてある本とかあったんで、お見てたら、はい、ちょっと途中に僕の隣にまあ、うん、なんかこう、うん、おじさんで割とこう、はい、こうさすらってる感じ、ね、さすらってる、さすらってる感じ、肩がもそもそってやってきて、うんうん、あれあれ、あんまりね書店にも見かけない、はい、あれと思った、その人はその、うん、このシュープロの表紙の小橋引退さらばプロレスってこと書いてあるね、はい、小橋さんのこの写真の見えるシュープロバッと手に取って、うん、ってこう引退するのかっていう、こうすごい職人でも中読めないわけじゃないですか、うん、袋にか、はい、バサッとそれを置いて立ち去ってったんですよ。いい話だ。すごい、これはねちょっと俺グッときた。いいですね。だから俺もいよいよあその人見た時に、うん、これ買えば俺だってビニールを破って中見れるんだと。なるほど。までは言ったのよ。はい、でも、結果俺は、うんうん、なんか村上龍の本買って帰ってきた。なんでや。惜しい。村上龍の本ですね。天龍じゃなくて村上龍。ドラゴン。ドラゴン。じゃあ、なるほど。ね。じゃあ、今日も皆さん最後までお付き合いください。新生FNOWでございます。